たりチャンネル、はい、今下に小物系のやつがねあるんですけども、これは、この袋のまま持ってきます、はい、このまま持ってきてそのまま新しい部屋にドーンって置きます。で、小物系なんですけども、こういうね、空の箱が結構あるんですけども、そこに飾ってあるやつが結構あるので、それを片付けたいと思います。はい、まずこのクジャクメダルとコンドルメダル、はい、こちらが、タジャスピナーについてきたやつなんで、タジャスピナーの、はい、箱に入れて、タジャスピナー、はい、じゃあ封印します。はい、こちら大メダルセット01、ちょっと逆になってる、ごめんなさい、クワガタライオンチーターのメダルがついてます。これを見て、なんとも言えない気分になる人はもうあれですね、こう争奪戦に参加した人ですね。これがめちゃくちゃ手に入らなかった、全然本当に手に入らなかった。これはね、必死でいろいろ駆け回ってやっと手に入れた1個ですね。はい、大メダルセット02サイゴリラゾウということで、はい、サゴーゾセットですね。はい、急に明るくなったと思うんですけども、窓のカーテンを開けました今まで締め切ってでやってたんですけども、開けました。はい、こちら大メダルセット3、シャチウナギタコシャウタコンボの、セットですね。はい、シャウタのテーマソングのことは言っちゃいけないです。はい、そして大メダルセット04、プテラトリケラティラの、プトティラコンボセットですね。はい、さっきも言いましたけども、メダガブリューとセットじゃないところにまだ若干残ったバンダイの両親が伺えますと、はい、こんなのもありましたね、大メダルセットスペシャル、カメコブラ、コブラカメワニブラカワニセットです。本当はここにマジックハンドスイッチがあるんですけども、昨日紹介したチラックの箱の中に入ってますので、まあ、これはこのままでいいでしょう。はい、あとはこのカンガルーメダル、これはテレビくんについてきた付録だったかな、テレマガだったかな、テレビくんかな、DVD の、注文をするね、あのテレビくんについてきたやつです。ちなみにパンダはスルーしました。はい、というわけでコズミックスイッチでした。これもバリズンソードとセットではないので、なんか理由があるんでしょうね、こういうのね。はい、というわけで、このオーズドライバーでオーズ系の玩具は最後です。いやー疲れた、もう疲れた。はい、ダブルドライバーも片付け終わりました。はい、はい、そしてトリガーメモリをトリガーマグナムに入れ忘れました。はい、取り出します。はい、しっかり入りましたね。はい、エクストリームメモリーです。これ先に見せればよかったねダブルドライバーより先にね。でね、これね、いつも袋に入ってるじゃないですか。これビニールシートでくるまれてたんですけど、どうやって入ってたかわかんないどうやって入ったんだろうこれ。はい、ちょっと頑張って入れますね。はい、入りました。よいしょ、これでもう大体いっぱいいっぱいですね。ちょっと見せましょうか。はい、今だいたいこんな感じで、はい、こんな感じ、横から見るとこんな感じで、あ、ちょっと浮いてるね、あれだけど、まあだいたいこんなもんでしょう。こんなもんで箱いっぱいかな。はい、じゃあ閉じましょう。よいしょ。はい、あと、小物系で言えばアストロスイッチなんですけども、さっきも言った通り、アストロスイッチラックの箱に全部スイッチが入ってるので、これはもうこのまま空のまま入れます。はい、01番、パラシュートとチェーンソー、02番の、ビートとチェーンアレイ、3番のシールドとガトリング、4番のステルスハンマー、5番の、クローとボードです。はい、これで、バラ売りのやつは最後かな。あ、まだあった。はい、こちらのフュージョンスイッチスペシャルセットですね。ビッグウィザードリングがついてくるやつです。はい、ちなみにこちら未開封となっています。はい、次に、ウィザードリングを紹介しますね。僕がこの動画投稿を始めた一番最初かどうか忘れたんだけど、白い魔法使いドライバーを紹介したんですよ。ちょっと見てみます。はい、こちらです。こんにちは、あたりです。今日紹介するのはこちら、よいしょ、デラックス白い魔法使いドライバーです。はい、でその時に、まだあまりウィザードリングを持ってなくて、そこからどんどん買い足していったんですけども、まあ、ちょっと今からお見せしますね。
はい、まずは、ウィザードリングセット01コネクトとスリープウィザードリング、はい、こちら100円、はい、02がコピーとスメル、はい、こちら100円、はい、ウィザードリングセット03、エクステンドとリキッド、はい、こちらも100円、はい、ウィザードリングセット04、エキサイトとドレスアップ、こちらは確か300円ぐらいだったかな。はい、次にドラゴン系のフォームチェンジのウィザードリングセットですね。まずはフレームドラゴン、多分これが500円ぐらいで、ハリケーンドラゴン、はい、こちら100円、はい、そして、ウォータードラゴン、こちらが多分ね800円ぐらいで買ったやつですね。で、ランドドラゴン、こちらが確か300円です。そして最後に劇場版のこちら超魔法決戦セットとなっています。はい、次に外務のロックシードですね。まずは、いちご、いちごにぶどうセット、はい、そしてキウイ、はい、チェリーエナジーにピーチエナジー、はい、マンゴーとスイカ再販しないですかね思い出しました急にで申し訳ないです。以前プレミアムバンダイから届いたもので中身が分かんないものっていう箱があったんですけども、1個がアキバレンジャーの、マスコレだったんですけども、これ中身ウィザードリングですね。ちょっと開けましょうか。はい、というわけで中身が、あ、箱ちょっと待って、はい、このちょっとね大きめの箱に、はい、これです。こちらですね、ウィザードリングの最後の希望セット、中身がね、ホーリーとかなんか、あ、これメイジウィザードリングとホーリーウィザードリング、あとエクリプスウィザードリングが入ってますね。はい、あと食玩6シードで、唯一買ってるこのあれですね、どんぐりとドリアン、はい、これプレミアムバンダイでデラックス版が出るって聞いて、まあね、ちょっと若干あれですけど、まあいいでしょう、これも入れておきます。はい、そして、残月のフェイスプレートですね。残月のフェイスプレートに、ミラクルブーケライト、これ一回紹介したやつですね、はい、よいしょ。そしてこの充電池の山、充電池、さらに充電池、いや充電池はね、いや揃えたね充電池。はい、そしてこんなものが出てきました。仮面ライダージャコピーナッツボール、ミラクルライダーボックスキャンペーン、はい、こちらね、オーズの時の仮面ライダーチョコの景品ですね。オーズマークを3枚集めて送ると必ずもらえた景品なんです。なのでもらっちゃいましたね。中身見たいっすか？見たいですよね。はい、はい、それじゃあ開けて出しましょう。はい、こちらミラクルライダーボックス、じゃじゃーん、じゃーん、じゃじゃーん。もう一回しか開けてないです。なぜ一回しか開けてないか。ね。中身見りゃ分かるんですよ。おっと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 、ね。はい。ミラクルライダーキャンペーン、ご当選、おめでとうございます。はい。そして、中身が、こちらです。はい。ミラクルライダーボックス当選おめでとう、という、オーズの手紙と、あと、これですね。ラバーストラップ。ちょっと中身開けましょうか。ラバーストラップと、あと多分これビッグサイズウェポンの、あ、なんだっけこれメダジャリバーか、メダジャリバー、はい、と、あ、これがあれかった、オーズからの手紙、そして、金色のオーズのあれ指人形と、あとソフビヒーローの金色のオーズ、はいねこれね、これね、ネットで話題になってたんだけど、あれ、このミラクルライダーボックス、もしかしたらこれね、特別な大メダル入ってるんじゃねえのみたいな噂になってて、僕も多分そんなことあるんじゃないかなと思って必死で集めたんですよ。これっすからねまあね、まあまあいいでしょ、はい、いい思い出です。はい、そしてこの大物デラックスサンドカプセルガイアメモリー EX、 ガイアメモリーコンプリートセレクション、ガイアメモリーコンプリートセレクション、というわけで、30-40本入ってるガイアメモリーのセットなんですけども、これはこのまま持っていきます。アストロスイッチラックもそのまま持っていきます。段ボール入ってるんでね、このままでいいでしょう。はい、ちょっとデラックスアストロスイッチラックに用があったので出しました。はい、デラックスすぎるんですよね、これが。よいしょ、箱がでかい箱がでかい、よいしょ、はい、はい、ここに、
なんだこれ。あ、スイッチか。ここに、はい、揃えたアストロスイッチがいっぱいついてます。はい。ちょっと見せましょうか。こんな感じのアストロスイッチラックになっています。はい。はい、というわけで、アストロスイッチラックについてきたこちらが、コアスイッチかな？コアスイッチだったっけ？コアスイッチですね。はい。コアスイッチです。あとは、コンプリートセレクションモディフィケーション。最近発売された、あれなんですけども、ダブルドライバー、アクセルドライバー、そしてファングメモリーがこちらにございます。はい。これはもうこのまま、箱のまま持っていきます。はい。というわけで、ライダー系はこんなもんかな。多分、大丈夫だと思う。うん。船体よ。船体よ、問題は。まあ、物が多いからね、船体は。うん。だってあれでしょ？今、こう、詰めてったけど、過去のライダーって僕もベルトしか持ってないから、過去の船体になってくると、ロボットがね、ロボットがね、はい、というわけで、まあ、もし気が向いたら、船体の方の箱詰め動画もアップします。はい、お楽しみに。バイバイ。